はい、えーっと、今回はですね、iPhone でですね、えーっと、撮った動画をですね、こう、上手にね、うまく撮ったはずなのになんか横になってたりですね、逆さまになってたりですね、横で撮った動画なのにね、なぜだか、縦になってたりね、する場合があると思うんですけどもね、えー、こうなんかが動画を回転したり、左右を逆転させたりね、 するのにこん、とってもシンプルで簡単なね、アプリありませんかということでね。えー、私は何を使っているかというと、これになります。ちょっとね、見づらいかもしれないんですけども、RFV というものがあります。立ち上げてみます。あ、すいませんね。あ、これですね。はい、ちょっと画面、ね、暗くてね、申し訳ないんですけどもね。こういう黒い画面 <laughs> になってますね。 はい。えーとね、こちらですね。えー、まあ、あの、こちらのね、あの、説明概要欄でね、えー、リンク貼っときますね、一応ね。で、こちらの使い方なんですけどもね、簡単に説明するとですね、えー、こちらのビデオのマークをタッチしていただくとですね、カメラロールと出てきますね。で、例えば自分で撮った動画をね、えと、ー、開きたい場合はね、チェックを入れて一番下、 セレクトってあるんですけどもね。こちらをチェック入れます。するとね、あのー、こういう感じでね、元気ですかっていう動画なんですけどもね。これはまあ正常にね、縦になってるんですけどもね。えー、こちらをね、回転させることができます。まずこれで90度回転押します。もう一回回転、逆さま。こういう感じでね、元に戻すこともできますね。 こちら、あと上と下、左脚点にする。はい。6回押すと戻ります。あと左右、これね、対称にする。はい。よーく見ててください。あの、髪型はですね、えー、こう、分け方がこう右になってたのが、左分けになりますね。はい。元に戻して、こんな感じでね。 とてもシンプルですごい使いやすいですね。で、例えばね、これをね、保存するときなんですけどもね、下に行っていただくとですね、保存というボタンがあります。はい、こんな感じでね、カメラロールに保存しましたと出ます。はい、えー、どうしてもね、あ100%ですね。こう、無料アプリなんでね、広告とかは出てきますけどもね、それは仕方がないですね。 はい、えー、こんな感じですね、えー。カメラロールにね、自動的にね、保存もしてくれますしね。すごいシンプルで使いやすいですね。このアプリは本当おすすめでございます。はい、えー、こんな感じですね。今、あの、使ってみたんですけどもね。はい、えっ、ー、とね、えー、この動画をね、例えば iMovie とかでですね、私はちょっとね、すごいです。 立ち上げていただくとね、私 iMovie 使ってるんですけどもね。はい、えー、こんな感じでね、ここでね、新しくね、動画をね、作ることができますのでね、こう、連結とかできますのでね、動画を2つ、3つ、4つあるんだけども、それを1つにしたいよっていう場合はね、この iMovie ってアプリがすごい便利でございますよ。まあ、今現在はね、有料でございますけどもね、すごいその、は 価値がありますんでね、すごいおすすめです。はい、えー、今回はね、えー、動画編集ということでね、iPhone でね、えー、回転させるいいアプリはありませんかということで、こちらのね、RFV というものをね、紹介いたしました。はい、えー、少しでもね、ほんの少しでもですね、参考にしていただけたら幸いです。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。